トラベラーチャンネル。こんにちは。いつもトラベラーチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日はですね、学生時代に行くべき街バンコクということで、まあ、日本人が非常に多く渡航している東南アジアの人気国タイは、そしてそのタイのバンコクについてですね、ご案内していきたいと思います。お伝えしますのは旅行会社 JST 学生旅行担当の坂田です。よろしくお願いします。はい、こういった形でですね、まず、まあ、なんでバンコクどんな魅力があるのかっていうところ、まあなんで学生時代にですね、ぜひ行っていただきたい、大学生におすすめだという理由をですね、はい、伝えていきたいと思います。こちらですね、バンコクの魅力、まあ、まずはですね、やっぱりその見どころがたくさんあるよというところがですね、一つ大きなところなんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、タイバンコクになるともう本当にすごい栄えてるですね、ビルがたくさんあってっていうような大都会っていうところもありますし、昔からある旧市街ですね、王宮があるエリアですね、まあ、そういったところに寺院があったり観光スポットがありますので、まあ、こういった感じでワットプラケオ、そしてこのワットポーで、このワットあるんですね。まあ、この3つっていうのは、この旧市街の観光スポットの中でも、まあ、絶対押さえておくポイントなんじゃないかなというふうに思ってます。あとちょっと離れますが、ワットパクナムという寺院も人気ですので、まあ、こういった、まあ、日本ではね、見ることのできないような寺院っていうのがたくさんありますので、まあ、こういった、見栄えのいいね、ところもぜひ訪れるのはいいかなというふうに思います。あとですね、まあ、ちょっと市街、バンコクの市内からはですね、少し離れますが、まあ、こういったメークロ鉄道市場というのがあって、まあ線路の両端に、まあ、市場があって、まあ、その列車が通過するときにですね、まあ、そこの上の、何でしょう、屋根というかテントをですね、片付けて、まあ、その間を列車が通って、で、列車が通過するとまたそこをテントを広げて、またそこが市場になると。いうような場所も観光スポットなので、まあ、ここもぜひぜひ訪れていきたい、いただけたらなというふうに思いますし、まあ、こういった水上マーケットですね、バンコクならではで、まあ、こういった水上マーケットとさっき のメークロンはツアーでまとめていくということもできますので、まあ、ご自身でも行けますが、かなり、まあ、ちょっと大変だったりもするので、はい、慣れてない方はですね、ぜひツアーで一気に行っていただくと一番いいのかなというふうに思います。はい、なんでまあ、観光客向けではあるんですが、本当にその昔ながらのですね、まあ、そういった東南アジア の雰囲気もね、楽しめるんじゃないかなと思います。まあ、他にもですね、こういったピンクのガネーシャがあるとこだったりとか、あとはまた日帰りにはなるんですが、アイタイ席というのがありますので、まあ、そちらもぜひぜひ、まあ、ツアーで行けば半日とかっていうところで行けるので、こちらもぜひ行っていただきたい。というふうに思います。まあ、空いた遺跡だと、プラスオプションでゾウに乗れたりもしますので、タイでゾウに乗ってみたいなという方はですね、ぜひチャレンジしていただければなと思います。まあ、大体乗るのは5分ぐらいなんですけど、意外になんか5分って短いなって思う方もいますが、まあ、実際5分乗れば十分な感じなので、ぜひね、見えた、多分乗った方はわかると思うんですけど、そんな感じなので、はい、ぜひ体験していただけたらなと思います。まあ、あとまたバンコク離れてもちょっとやっぱ海リゾートの方にも行きたいなということで、日帰りでパタヤとか、まあ、宿泊もできますし、パタヤっていう風に行くのもですね、一つまた街から出てっていう楽しみ方もできるし、まあ、パタヤからだとですね、また離島のラン島っていう島があるんですが、まあ、そこへ日帰りで島に遊びに行くっていうこともできますので、まあ、本当大都会、都会としてのバンコク、そして昔からあるというか、歴史ですね、寺院とか、まあそういった遺跡っていうところも楽しめますし、まあザ文化としてですね、ナイトマーケットもありますしとか、まあ、タイマッサージ楽しんだりとか、まあそういったところでバンコクならでは、そしてまあちょっとリゾートというか、海の方にも行きたいなっていうこともできるということで、もう本当に見どころがたくさんあるのがバンコクの魅力かなというふうに思います。あと続いてですね、アクセスがとってもいいですよっていうのが、学生にもおすすめの理由ですね。まあ、一つは、例えば、私たちの会社がある、まあ、JST の会社がある愛知県から行こうとすると、セントリアからですね、直行便、タイ航空の直行便があるので、
もう乗り継ぎもなく名古屋からバンコクへというふうに行くこともできますし、まあ、他にも経由してっていうことで料金を抑えていくっていう選択肢もありますし、まあ、そういったところでの、まあ、バンコクに行くっていうアクセスはかなりしやすいのかなというふうに思います。あと他にもですね、現地について例えば空港からは空港線って言って、まあ、エアポートリンクっていうもので列車で市内まで行ってアクセスができますし、あと現地はですね MRT っていう地下鉄と BTS っていうスカイトレインっていう、まあ、高架を通るですね電車があるんですが、まあ、そういったのをですね乗っていろんな観光地に行くことができます。さっき王宮やアウトプラピオがある旧市街の方にもですね MRT 地下鉄で行くこともできますし、まあ、そういったところで何でしょう、現地での移動というのも比較的観光客観光にとってはすごい行きやすい、アクセスしやすい場所になります。まあ、ちょっと本当にさっきメクロンとかアユタヤとかちょっと遠いところになってくると、まあ、そういったツアーとかを使っていただければより快適に安心していくこともできるので、まあ、この観光するっていうところで見るとアクセスがいいっていうのはすごい重要なところかなと思いますので、こちらがおすすめですね。はい、次ですが、まあ、ホテルですね。やっぱ、まあ、東南アジアというところがあるので、ホテルが、まあ、比較的お値打ちに泊まることができるかな。そして、なんでしょう、抑えようと思ったらもうかなり抑えれます。そういった、まあ、学生さんで行くと、バックパッカーとかですね、ゲストハウス、そういったところに泊まるっていうのも一つですし、まあ、ホテルに関しても、例えば2人とかで泊まれば、2で割れば、またさらに、お値打ちですし、4つ星とか、5つ星っていう風ないいホテルですね、を泊まるにしても、やっぱり欧米とかのいいホテルに泊まるっていう風に比べるとかなりなんか7000、8000とかで1人、2人利用時ですね、そういった形で利用することもできるので、より快適に、そして安くお値打ちにっていうところができるのがバンコクの魅力だという風にも思ってます。はい、そしてもう一つですね、やっぱりこのタイ料理っていうのもものすごい魅力だと思います。まあ、日本でもかなりタイ料理のお店がたくさん増えてきましたが、やはり本場での環境で食べる本場のタイ料理っていうのもぜひね行って感じて体感していただきたいところですね。まあ、こういったパッタイですとか、まあ、このカオソイ、カオソイもともと北部チェンマイとか、まあ、そういったところが発祥ですが、タイバンコクでも人気の、まあ、カレーラーメンみたいな形のものですね、とかカオマンガイチキンですね。はい、まあ、こういったグリーンカレーとかトムヤンコとかですね、まあ、こういったタイ料理をですねぜひ本場のものを、ね、楽しんでいただくと、まあ、やっぱこの食っていうところも日本人にすごい合いますし、楽しみの一つになるかなというふうに思ってます。はい、そんな形で、まあ、大学生におすすめな理由というところでまとめていきますと、一つが、まあ、初海外におすすめですよと。はい、なので、初めて海外に行きたいなという方、やっぱちょっと不安だなとか、どこに行ったらいいかわからないなと、ちょっとやっぱ近場の方がいいかなという方はですね、まあ、ぜひバンコク、適してる、初海外の人にとても適してますので、まあ、ぜひ学生さんおすすめだというふうに思ってます。そして見どころがたっぷりありますよというところで、まあ、本当飽きない街になると思います。何度もね、皆さん行かれてるので、まあ、一回行っただけでは満足しないと思います。また次に行った時には違う楽しみ方ができる。まあ、そんな場所なので、まあ、ぜひ早いうちにですね、バンコク行っていただいて、まあ、例えば安く行きましょうというふうに言ってもいいですし、またあそこには行ったことないとこっていうところで次ね、チャレンジしてもいいですし、今度社会人になってからまた違うスタイルで旅ができるかもしれないので、ぜひね、学生のうちに見どころたっぷりあるバンコクっていうのを訪れるのはすごいいいかなと。いうふうに思いますし、そしてやっぱアクセスがいいですね。はい、なんで行こうと思った時に、まあ、直行便が飛んでますよという形、6時間半とかそのぐらいのフライトで行くことができるよという場所はやっぱすごい魅力ですし、実際現地に着いてからですね、現地で旅をする時でもやっぱりそういった公共交通機関が発達しているので、まあ、自分で電車、地下鉄に乗って観光地まで行きますよと、まあ、そういったことができるっていうのは、やっぱり一つ安心ですし、まあ、旅のスタイルとしてね、もうすごい、初心者向け
特に学生さんとかにはおすすめなのかなというふうに思います。はい、なんでまあそういった形でタイ、バンコクっていうところはもうぜひぜひ学生のうちにまず一歩足を踏み入れていただきたいなっていうふうに思っている場所です。でやっぱ東南アジアっていうのはもう刺激がたっぷりあるので、第一歩としてはものすごい良くて、皆さんの世界をですね一気に広げてくれる場所だと思います。同じアジアなんですが全然違います。文化も違います、食も違います。はい、なのでそういった刺激あふれる旅をしたいなという方はですね、ぜひこういったタイ、バンコク訪れてみてはいかがでしょうか。はい、この動画が役に立ったよという方はですね、ぜひ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。